これはね、次のね、はい、はい、今回はうさんぽ姿を遠目からそっと撮影してみました。本当だ、遠目だ。パセリが帰りたがらないので強引に捕まえて帰りました。ああ、すごい遠くなってるけど心配じゃないのかな、これ。うわ、すごいね。ねえ、でもこれ多分いつもの場面だから、いつもの公演だから、もう勝手知っとるって感じたのかな。なんかどうやって最初行くんだろう ね行くよってワンちゃんみたいに言うのかな。ねえ、え、なに、まるまる病院って言って、リリロンさんまだ言ってる。病院の名前ね、可愛くていいでしょ。私最初まんまる病院かと思って間違えちゃったんですけどね。すごい、あれ、どこ行っちゃったの。あ、いたいたいた。うわ、もう外じゃん、あれ。そうそう、外。ここ車も通りそうもないし、いい場所だね。でも車でも映ってたけど、やっぱ先って早いね、あれ。早いね、追いつかないもん、人間が。うわ、これさっきのところに戻ってきてるブランコだもん。いやいや、あの、ちょっと待ってください。まんまるじゃなくて、どこだったの。何が病院。まんまるだよ。まんまる病院。え、まんまる病院だよね。うん、そう、まんまる病院です。もう分からなくて。ごめんなさい、どっちだっけって。今、カンペ見ました。失礼しました。なんか本当遊具で遊びそうな勢いですね。これね、そのままの、だってほら階段登ったじゃん、この間自分の家の、あれトトトトトトって行くかもしれない ね。パセリちゃんなら、ちょっと一回チキシルさんにやってもらいたいもんだけど。ね、そうそう、ブランコもしたりしてって書いてある。ああ。え？今捕まえようと思ったけど。ああ、逃げちゃったんだ。うん。そう、そこの。このね、公園いつも撮影してみるけど、うん、パセリちゃん以外は誰もいないんだけど。本当だね。で、どういう公園なんでしょう。いいね、あの、一人で使いたい方が。またさ、なんか人間がいたりとかしたら変わるのかな。あ、違うかもしれないです ね。うん。早い早い、やっとたどり着いたって感じで。そうそう、ああやってね、グーッと捕まりますな。なかなか豪快なんですよ。菊池さん、そうそう、グッて、ほら、やっぱあそこをこう掴む、あ、ほら、あの、親のウサギが子ウサギをこうね、うん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 、取るときにあそこをこうね、加えますよね。あれと同じかな。いや、いつ見てもパセリ動画はハラハラしますね。そうそう、アクティブですよね。なんか普通の動画送りますっていつも言ってみるけど、全然普通じゃないもん。レベルが違うと思う。いつも期待させてくれても、でもおとなしいですね、書いてあるよ。確かに。ね、その時はおとなしい。多分もう走り疲れちゃったんでね、そろそろ帰ってもいいかなと思ったんじゃないですかね、きっと。はい。また、あの、はい、次に期待しましょう。はい。またお願いします。はい。はい、では次はですね、はい、ミルクティーとうさぎさんからの投稿になります。はい。はい、今回の写真は仰向け抱っこ写真、うん、最初は生後1ヶ月過ぎ、次は5ヶ月頃、うん、最後が8ヶ月、あ、だんだんこう成長していく様を撮っていただいてですね、うんうんうん、どんどん抱っこを嫌がるようになり難しくなってきましたと。ウサギらしい警戒心が身についてきたといえばそうなのですが、ということでお写真ですね。はい、じゃあ見せていただきましょう。生後1ヶ月？え、うん、結構大きくない？ね、でもこれすごいで、これこんな風に手をクロスして可愛い。ね、うん、あれちゃんとだったら仰向けになってるもん、本当に。あ、これが生後1ヶ月ってね。そうだよね、きっと大きさから言うと、うん、ね、足がクッてこう体の方まで来て、おお。すごいすごい。これは5ヶ月かな。じゃあこれやっぱりこう、こんな風に抱っこできないもん ね。しかも仰向けにね。うん、あ、そうですね、うん、あれ一番最後が多分、うん、あ、一番最初のが8ヶ月なんだ、うん、ね、きっとそういうことですね。一番大きかったのね。可愛いですね。でもね、なんかもう最近は抱っこもできないらしいですよ。うん、でも最初できただけでも、まあ確かにね、抱っこって
うさぎの抱っこって想像できないもんな、うん、どうやって捕まえてました？いや一緒ですよ、この首のところ。そうなの、うん、私あれ やれないっていうか、自分の握力がないからかな。どうしてもこう脇からクッて結構グイッと持たんと持てません、持てませんよね、あれきっとね、うん、あの昨日もね、クワイマさんやってましたからね。うん、そうそう、クッてやらだから私は両手でしかちょっとできないので。あ、皆さん、ね、抱っこしますよ、うん、します、普通に赤ちゃん抱っこ、ガジュウさん、うん、すごいわ。あ、でもガジュウさんところのさ、ハル、うん、君ならできるかもしれない、うんうんうん、ね、おとなしそうだ、うんうん、リリーローズさんは脇の下に入れて抱きます。それからひいこさんも腕の下に、あ、そうそう、そう腕の下にね、手を入れる。あ、タンポポさん引っかかれますって。そうそう、私も引っかかれます。あ、のゆきさんも抱っこできないって。できないよね、普通。できない、ダメ飼い主って書いてあるけど、そんな、なかなか難しいですよ、皆さん、ね、難しいよね、うん、うん、そうそう、皆さん、そうそう、じゃあ、あの、これ結構いいくだい、うん、抱っこ、抱っこ写真および抱っこ動画、うん、テーマを設けました。テーマを設けて、ね、どうやってそれぞれがやられるかっていうのすごい楽しみにして。ひいこさんの子は仰向けも大丈夫。へえ、いろいろあるんだな。ダメです、シクシクって書いてあるから。なんか半々ぐらいですね、ね、うん、あ、うん、はい、はい、じゃあいつもの、あ、お願いします、はい、ということで今日もどうもありがとうございました。はい、では投稿の呼びかけです。はい。皆さんの中でうさぎを飼っている方がいらっしゃいましたら、動画を撮って番組の方までお送りください。動画の投稿は宅配便か送りん棒を使うと便利です。はい。YouTube やニコニコ動画にアップした場合、その URL をメールで教えてください。はい。メールアドレスは、はい、info@yytv.com です。はい。もちろん投稿者のお名前、うん、またはペンネームとコメントも添えてください。はい。あと BGM を入れる場合はオリジナル曲、うん、歌詞が入っていないものをご使用ください。うん、洋楽も使用できませんのでご注意ください。はい。その他こちらで音楽を差し替える場合がありますがご了承ください。はい。あと写真の投稿も募集してますので、はい、皆さんどんどんお送りください。お願いします。はい、はい、ということでその間もですね、頑張れ先輩とか、はい、あ、母ちゃんすごいよ、先輩声がいいから許すって書いてある。新記録、何一番早かった今日が、測ってたの？いや、嘘です。びっくりしたな、もう。はい、はい、ということです。ではですね、今日は、はい、話題のうさちゃん動画、はい、行ってみたいと思います。はい、はい、まず最初は、YouTube さんからうさもも2008さんからのタイトル行ってきます。これ20秒ですから、皆さんしっかり見てくださいね。黒い、え、自分で出すの？開けたよ。おお、自分で、うん、自分であれ、ケージの、ね、ああ恐ろしいもの見ちゃった。ね。ね。すごいね。ちょっとあれは見せられないな。ショックやね。見てもわかんないけど。ねえ、すごい、すごいな、うん、あれ、自分でやるようになったら夜中寝られないじゃん。本当だよね、気がついたらいないみたいな、ね、いません、朝起きたらいないって一回あったけど私、うん、でもそれは私の不注意。ありました、ありました。シゲさん入ってるね。出た、シゲさん。今日シゲさんネタがないと思ったらここに来ました、シゲさん。すごくハンって書いてあるよ。なかなかですね、シゲさんの写真来ないですもんね。ねえ、うん、お待ちしてるんですけど ねはい、じゃあ次行きましょうかね。はい、はい、次はですね、はい、うさうサーフさんの動画ですね。はい、うん、うさぎの鳴き声、お、うん、うさぎの鳴き声って聞いたことありますか？うん、音小さいけどなかなかかわゆいです。かわゆいかな。なんで鳴くのか知ってる方いたら教えてくださいまし。なるほど、じゃあちょっと聞いてみましょう。お願いします。